放送席、放送席、そしてバファローズファンの皆さん、今日のヒーローは榊原投手です。今シーズン2勝目となりました。おめでとうございます。ありがとうございます。まずはピッチングよりも8回勝ち越しの場面、もうベンチの前に一番前に出て応援してましたね。必死でした。あの場面ベンチではどんな気持ちでこの先輩たちを見守ってたんですか。いやもう野手陣が努力していることも見て知ってますし、もう信じて見てました。チームに勝ち得点が入った時はどんな気持ちでしたか。来たーって感じでした。さあでは少し、そのピッチングを振り返っていただきましょう。7回2失点の投球でした。振り返っていかがですか。まあ、7回の場面、まあ、あのヒットは本当に悔しかったですね。ただですね、やはり今シーズン素晴らしい投球となっています。そしてそこに勝ちがついた、これから何か乗っていけそうな気もするんですけども。どんどん乗っていきたいですね。はい。そして榊原投手はここ千葉県出身ということで、プロになって初の ZOZO マリンスタジアム投球、それが勝利に結びついた、どんなお気持ちですか。地元のこの千葉県で勝てたっていうのは本当に嬉しいです。そして今日はご家族も来られてるんですよね。力入りました。たくさんの方が来られているということで、そんな皆さんに一言お願いします。いやこの千葉県で15年間育って、千葉県最高です。さあそれではこの勝利をきっかけに、さらにさらに榊原投手に期待がかかります。バファローズファンの皆さんに意気込みをお願いします。千葉県に足を運んでいただいて、そして素晴らしい声援聞こえまして、頑張ろうって思いましたし、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーローは2勝目を挙げた榊原翼投手でした。ピッチング同様に力感たっぷりのインタビューになります。